さっき男のお客さんが泊めてくださいって来たの。でも満室だから断ったら、じゃあテントを持ってきてるから海岸に張っていいですかって。海岸？どのあたりだ？公園の下。え？潮が満ちたら危ねえだろ。でももう張っちゃったよあの人。しょうがねえな。で偵察部隊は？嵐が来ない限りはギリギリ大丈夫なとこかな。どこかな。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そろそろ尻尾を出してくれないかな。え？何の？タヌキなのかキツネなのか、とにかくわからないんだよね。タヌキなの。ここで波の音を聞いてると私の田舎のことを思い出すんだ。それはどこなの？私はオーストラリア人なんだけど、シドニー郊外のマンリという海沿いの町で育ったんだ。どんなところ？ここより人が多くて、でもちょっと似てるところがある。どこが似ているの？やんちゃな子供がいっぱいいるところかな。よくお腹が空いたら海に潜って牡蠣を取って食べたよ。寒い時でもね。何者？え？いやちょっと秘密。こういうわけじゃなくて、ただ海が好きで遊びに来てるだけなんだけど。一人で来たの？うん。でも先に来た知り合いの女性がそこの民宿に泊まってるんだ。お兄さん女子大生が好きで追っかけてきたんでしょう。え？何？誰？その女子大生って。ギターのお兄ちゃんだよ。ああ、なんだ。って、そういうわけじゃなくて。僕たちは親友だろ？え？いつから？だったら隠し事は良くないよ。どうして分かっちゃったんだろう。いいかい？このことは絶対に秘密だよ。うん、誰にも言わないよ。いいかい？絶対に秘密だよ。うん、大丈夫。僕、口が固いので有名なんだから。
おじちゃん。おじちゃんはもう大工の仕事には戻らないの？まあな、もう10年以上前に辞めたんだぜ。しかもまた何かの拍子に高いところが怖くならねえとは限らねえし、俺には奥さんも子供もいるのよ。だからいくら自分が好きなことでもそれで食っていけるかどうかわからない世界に戻るわけにはいかねえのよ。ねえ、テントのお兄ちゃんはお姉ちゃんのことが好きなんだよ。え？どうしたの？それ、どうしてそう思ったの？だって本人に聞いたんだもん。そっか。それでこっちの県の配属を希望したのか。何か心当たりがあるの？うん、ちょっとだけね。嬉しい？ちょっとだけね。あ、ねえ、安田さんが私のことを好きって話はもしかしたら男と男の秘密だったんじゃないの？あ、忘れてた。でもまあ、恋愛の始まりなんて得てしてこんなもんね。そっか。でも安田さんの気持ちなんてそんなこと考えたこともなかったな。ボク君、今日来たテントのお兄ちゃんにあんまり海の近くにテントを張っちゃ危ないですよって教えてあげてね。まあ台風が来てるわけじゃないから死んじゃうことはないかもしれないけどね。ねえ、おじちゃんはなんでこの曲を聴くと悲しくなるの？いろんな悲しいことを見てきたからな。どんなこと？おい坊主、あんまり人の心の中を覗いちゃいけねえぞ。あれ、お姉さんここにいたんだ。こんにちは。今日も綺麗な夕日ね。うん、でも毎日同じだね。
そうだね。そういえば、お姉さんは子供の頃、東京の本郷に住んでたんだけど、仲の良い友達がいた公団のアパートから、毎日夕方になると富士山が見えたんですよ。夕日に照らされた富士山のシルエット、東京のど真ん中から毎日見えるなんて結構すごいでしょう。お姉ちゃんってどういう音楽が好きなの？いや、ハワイだね。ホワヘロ。ハワイアン？ごめんね、肌日陰入って。それ本当にハワイアン？いいかい？飯だぜ。短い船旅ですが、皆様ごゆっくりお楽しみください。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。キュウリ。おじちゃん、今日もお酒飲んでるの？そうだ。ねえ、この隣の部屋の女子大生と話した？うん。あっちから来ていろいろ聞いてった。近頃の若いやつにしては珍しく、ちゃんと人の目を見て話をする女だった。でもあの目、おじちゃんちょっと怖かったんだ。なんで？それにしてもすっごい星の数ね。天体マニアの娘が何を今更言っているんだか。
何度もびっくりできるんだから羨ましいでしょ。そうだね。じゃあマニアの娘として聞きますけど、あれ一等星のアンタレスってどこだっけ。ほらサソリ座の胸のところに大きく輝いてる赤い星だよ。コルスコルビ、確かサソリの心臓とも呼ばれてるんだ。アンタレスは赤く輝く巨星なんだ。だからいかにも毒を持ったサソリの心臓って感じなんだけど、サソリの血って本当は多いんだよね。へえ、ガミラス星人みたい。なんか安田さんが相手だと海辺でも全くロマンチックな気持ちにならないな。こういうのって相性がいいのかな、それとも悪いのかな。ねえ、お兄さんに強力なライバルが出現したよ。なんだそれ。女子大生の部屋に好きな人の写真があったんだ。え？あ、そう。あれ？やっぱりショックだった？そりゃそうだよ。だって…だって？何を話してんのかな？なんだか波の音まで悲しく聞こえるよ。ねえ、世の中って不思議なことがいっぱいあると思うんだ。え？例えば？書き取りで同じ漢字を何十回も書いてるとさ、だんだん文字に見えなくなってこない？ボクくん、絵日記書いてお休みなさいしましょう。うん、おばちゃん、お休みなさい。暑くなりそうだぜ。あれ、今月に入ってからまだ一回も雨降ってねえんじゃねえか。え、そんなことはないと思うけど。今日も夜中に雨の音がしてたぜ。降ってたよ。そうなの。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。昨日の夜見たんだけど花火まだ残ってるね。そろそろ使わないとしけっちゃうかもね。そろそろ尻尾だ。タヌ。
ねえ、お兄さんはどこから来たの？横須賀だよ。何をやってる人なの？適切な回答をせねば。公務員かな。公務員？あれ、わかんないか。公務員というのは、みんなや社会の役に立つ公共の仕事をしている人なんだよ。お兄さんってすっごい人なんだ。社会の役に立っているということに関してはお兄さんたちちょっとだけ自信があるんだ。お兄ちゃん、悩みがあるんだって。こら、また変なこと言って。ごめんなさい。どうしたの？いやね、俺がもしうちの民宿を継がなきゃダメになったらどうしようかと思って。実は俺、時々民宿の掃除とか手伝ってて思うんだけど、こういう仕事自体は別に嫌いじゃないみたいでさ。まだ花火があるんだけど、今晩みんなでやらない？あ、それいいな。ここにはもっとでっかいのがあるけど、たまにはおとなしいやつを打ち上げるのもいいかもね。ロケット花火じゃなくて、夜やる花火だってば。あれ、そうなの？じゃ、晩ご飯を食べ終わったら公園に集合っていいかな、諸君。うん、わかったよ、姉ちゃん。なんだ、ロケット花火じゃないのか。働かないの？おいおい、働かないって人聞きの悪いこと言わないでくれよ。今日は炭を冷ます日だから、おいらも一緒に休んだんだよ。そうなんだ。そういうこと。それにしてももう夏も終わりだね。なんつったって秋のトンボが飛んでるよ。そうだね。ねえ、なんで狼じじいは狼を探すのやめちゃったの？そうだな。まあ、大した理由はねえんだけどさ。教えてよ。あれは今よりもう少し季節が進んで、何もかもが秋になった頃のことだったな。自分が追い詰めて、狼らしきものが落ちた崖の下を
何週間も血眼になって探したよ。でも奴は見つからなかった。死んじゃったの？知らねえよ。でも虚しくなった。だからやめた。奴らに関わっていくことをすべてやめた。それだけだ。そうなんだ。奴らは今でもそこら中にたくさんいるよ。でも住んでる次元が違うんだ。だからオイラたちの目では永久に見られなくなったんだ。狼と住んでる次元が違うっていうのはどういうこと？それは多分オイラたちの住んでる世界とオイラたち自身が変わりすぎたってことだ。今日も暑いわね。ボク君、遊びに夢中になって熱中症になっちゃダメよ。なんだそれ。暑い日に体温が上がって具合が悪くなることよ。子供は大人に比べて体の体温調節機能が未熟なの。症状が出たら風通しが良くて涼しい木陰や室内で静かにするのよ。水分をたっぷりとってね。あと濡れタオルで冷やしたり、うちわで風を送ったりして体温を下げることも大事なの。意識がなくなったり症状が重い場合はすぐに病院に運んで手当てしてもらわなきゃいけないのよ。ねえおじいちゃん、おじいちゃんは奥さんとどこで知り合ったの？家内は塩立の駅前カフェで女給をやっとった。わしゃ一目惚れちゃったよ。へえ。大正時代の話じゃ。笑わんでくれよ。夕日ってなんだかこの世の終わりを想像しないかい？なんで？人間はお猿さんから別れた頃にすでに昼間活動してたみたいんだから、夜になって怖い時間が始まる時のシンブルがちょうど夕日だったかもしれないね。でもなんで夕日を見ると懐かしい気持ちになるんだろう。社会の役ね。おじちゃん、おじちゃん将来何になりたいの？え？
僕、大人になったら何をやってるのかな。想像もつかないや。僕、そういえば今年は一回も泳がなかったな。お姉さんって泳げる人なの？うん。それにちゃんとビキニの水着だって持ってますよ。ビキニ？それってどうなってるやつなの？上と下が分かれてるやつ。おへそが見えちゃうの。知らない？そうか。あれがビキニなのか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やあ、みんな待った？ちょうど今来たとこ。花火花火。よ、どうしたんだい？ねえ、ここにテントを張るのって潮が満ちてきたらちょっと危ないって民宿のおじちゃんたちが言ってたよ。うん、わかってるよ。君はおじちゃんの真似をしてあんまり海の近くにテントを張っちゃダメだよ。じゃあなんでこんなところに張ってるの？少々訳ありでね。ねえおじちゃん、女子大生はおじちゃんのファンだよ。お姉ちゃんの部屋におじちゃんの写真があったんだよ。何かの間違いだろう。写真間違いじゃないってば。じゃあ悪い冗談だ。ねえ、僕どこの家に行っても朝起きると天井の木目が気になってしょうがないんだけど。それはサイモンも同じだよ。木目がみんな人の顔のように見えてくるんだろう。楽しくてしようがなかったよ。
僕、天井の木目が人の顔に見えるの怖くてしょうがないんだけど。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そろそろ尻尾。え、ボク君、海の中から見る夕日も素敵なのよ。もし経験してなかったら、おばちゃんぜひおすすめするわ。ワインが注がれたワイングラスの中を泳いでるみたいなのよ。なんだか酔っ払っちゃいそうだね。ヨウ君の受験勉強、だんだん弱点がはっきりしてきたな。とにかく
物理と科学、そして数学は天才的ね。その代わり国語と社会、おまけに英語の点数は目も当てられないよ。確かにそうね。僕大丈夫かな。どうなんだろう。じゃあちょっとだけおまじないに頼ってみようか。おまじない？うん、そうよ。ヨウ君、演劇部の顧問をやってたランディ相原って知ってる？国語の先生？そうそう、あの先生に教わった受験のおまじないなんだけど、まずは目を閉じる。はい。そしてバラ色の高校生活が始まってとびっきり幸せになった自分を思い浮かべるの。うんうん。で、最後に胸に手を当てて合格合格って唱えるの。え、それだけ？うん。あれ、単純すぎた？かなりね。ああ、そんなこと言うんだ。でもね、私みたいにネクラな天の弱は何でも否定する方向で考えちゃうから、おまじないもひっくり返して否定の形で唱えるんだって。え、どういうこと？合格するじゃなくて落ちない落ちないって。じゃあ僕もやすこちゃん方式で唱えようかな。じゃあ、お兄ちゃん、それ赤い線だから多分プラスの電線だよ。じゃあこっちの青い方は？ん？マイナスじゃないかな。あれ？でも黄色いのもあるけど、どうして？結論としてはだな、俺たちが触っちゃダメだってことだな。ことだな。これ、やっとできたんだ。そう、夏は暑いからさ、もうやれやれって心境だな。でもおじちゃんって魔法使いみたいだね。はっ、なんだそりゃ。木の枝をこんなものに変えちゃうんだから。ああ、そういう意味か。だったら、何かを作ってる人はみんな魔法使いだよ。百姓も、工場で働いてる人も、陶芸家もガラス職人も、大工も板金工も絵描きもみんなみんな魔法使いだな。なんだかこの世界ってすごいね。本当に分かって言ってんのかお前。もうじき秋が来る。そして秋が終わるとここには何の音も残らないんだ。静寂の世界になる。
じちゃん、そろそろ女子大生とは仲良くなれた？まだまだ尻の下に惹かれてばっかしだよ。そういえばさ、いつの間にかこっちの気持ちがバレバレなんだよね。君何かバラしちゃった？ねえ、おじちゃんはギター弾けるの？いや、おじちゃんは楽器を演奏したり、人前に出て行ったり、ああいう恥ずかしいことは苦手だ。僕も恥ずかしがり屋だと思うけど、なぜかテレビには出たいんだよね。おじちゃん、テレビは嫌いだな。昔は夜になるとどの家ももっと静かだったもんだ。くんって毎日ここでご飯を食べてるの？そうだよ、朝も晩もね。そうなんだ、羨ましいな。それじゃあ毎日が臨海学校みたいですね。ギターって弾いてると指が痛くならない？最初の頃はね。でも愛情を持って接すればいつの間にか痛くなくなるもんなのよ。とにかく何事にも愛情が大事なの。ガキだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんだかみんな落ち着きがねえようだけど、どうしたんだ？それはね、明日の朝、でっかい花火が打ち上がるからよ。今度はまっすぐ飛ぶかな。大丈夫だって。おじちゃん、今日もお酒飲んでるの？少しだけな。ナボーズ、隣の部屋の女はいつくらいからこの民宿に泊まってるんだ？僕がここに来た1週間くらい後かな。じゃあ、8月の6日とか7日くらいか。それがどうしたの？ええ、なんでもない。
最近夜になるとヤスコとヨウが公園の滑り台のところで話し込んでおるようじゃが、若い者は若い者同士で惹かれ合うのは当たり前なのかの。ねえじいちゃん、ここの公園っていつくらいからあるの？え？もう随分と昔からじゃが。どのくらい？わしの家内はここで生まれたのじゃが、彼女に聞いたところ、戦前はずっとあそこには魚の加工場があって、カラスミを作っておったそうじゃ。カラスミ？ボラの卵巣を塩につけたものじゃよ。それじゃあボラ子って言うんじゃないの？カラスミは秋の終わりに取れたボラから作るのじゃ。だから近傍の村々の漁師にとって夏は少々暇な季節じゃの。よし入った。これは効いてるぞ。さすがのデストロイマシンも普通に顔を歪めています。ヨウ君、明日今年の夏最後のロケットのテスト打ち上げをするって言ってたよ。テストってことは本番があるってことなのかな。あの大きなロケットが本番用ってことかな。ねえボク君、なんか知ってる？そろそろこの時間でも風が吹くと少しだけ寒いんだよね。朝方はもっと寒いだろうから、安田さん風邪をひかなきゃいいけど。さあ、ボク君、絵日記書いてお休みなさいしましょう。うん、おばちゃん、おやすみなさい。